ちは、こんばんは、おはようございます。クッティーヌの部屋へようこそ。今日は、イザナミさんにつな続いて、イザナギさんのからの神様のメッセージです。イザナギさんとイザナミさんの前までは、神を七代といって性別のない神様だったんですよ。国と子たちとか、雨の港主とか、そういう方々ですね。で、その後、イザナギさんとイザナギさんになって、初めて性別っていうのが出てきたので、イザナミさんは女性性の象徴ですし、イザナギさんっていうのは男性性の象徴になっていきます。では、イザナギさんからのメッセージを受け取っていきたいと思います。
昨今ね、昨今、バラカティティ、昭和の時代まではバラカティティ、男性は男性らしく、女性は女性らしく、というような社会でした。バラカティ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 。でもそれはバラカティ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 、その男性らしくっていうのは女性が作ったファントムであるし、女性らしさっていうのも男性が作った理想の女性像だったりするんだよね。パラカディティキーディティティパデブラディティキーディティティスパラティ。で、それがファントムであって、今ジェンダーフリーになっていきますよね。パラカディティキーディ。だから女性に対して女性らしくあれというのは、それはもうセクハラになってきて、パラカディティキーディティ、アナの雪の女王なんていうのは、パラカディ、もう本当に新しい女性像ですよね。パラカディ、それに対して男性に対しても昔のようにブラカディ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 超昭和の時代のヒーローものの主役みたいな、そういう男性像っていうのはもうちょっと古いというか、その男性像を男性に求めるのは、それはブラカディ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 、もうジェンダーフリーの時代になってはもうセクハラになってきますよね。ブラカディ、でもそんな中で、あらバカディ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 、女性はあくまでも受け入れる力と無条件の愛っていうのが女性性の根本的なエネルギーだとすると、男性性の根本的なエネルギーというのは行動力と決断力になります。バカティティディテ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 ィバラセティティで、そしてその男性性も女性性も人類の中には男性にも女性にも入っています。バカティ、その男性性を育てると行動力と決断力がバラカディディディキつきますね。バラディディディキ、決断力というのは切る力でもあるんです。バラカディディディキディディディバスラティ、バラカディディディ、みんな仲良く横つながりでっていうのは女性的なエネルギーなんですけれども、バラカディディディキ、男性というのは歴史の中で家族を守るとか集団の中でみんなを守るっていう時にいくつもの選択をしていかなければいけなくて、時にはあのバラカディ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 と切断する力、切る力、決断する力っていうのがとてもとても必要になっていくんです。バラカディ、何でもかんでも決断しないでいると、バラカディ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 スパラディディディ、あのいいこともあるんですけど悪いこともあるということですよね。バラカディディディ、例えばデイトレードとか、株式で、長期投資の人はやらないと思うんですけれども、短期投資の場合は、損切りというのをしないといけなくなってきます。ブラカティ。その損切りをする力っていうのも、男性的な切る力になってくるし、行動力になっているし、決断力にもなってくると思うんです。ブラカティディリキリディオスプラティディ。なので、この男性性を育てると、行動力、決断力、がついていきます。ブラカティティキティティはサラティティ、例えば人間関係の中でも続けた方がいい関係と、別にそのままでもいい関係と、できれば関係を切った方がいい関係っていうのがありますよね。ブラカティで女性性が強く出てると、ブラティティ、その関係を切った方がいい関係も切ることができずに、ずるずると引きずってしまいます。パラカティティ。でも、やっぱり人間関係の中では、その人と一緒にいること、その人と友達でいることがデメリットの方が多いっていう場合は、やっぱりその人との関係は解消した方がいいと思うんですね。そのように切る力っていうのもとてもとても必要になってきます。そして行動力、決断力ですね。常に決断して行動しないことには、バラカディテ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 ィ、何も変わらない。現状維持のまま何も変わらないになってきてしまうし、なので、この決断力、行動力っていうのも、男性にも女性にも必要になってきます。バラカディディキーディディユースプラ。それはバラディディキーディディユースプラ。まあパスワーキング講座の中でもやっていますが、福チーヌの誘導瞑想シリーズを、最初の方からずっとやっていくだけでも、なんとかなると思います。バラカディディディキー。そして、女性性のイザナミ様からのメッセージでも言いましたが、この女性の中にも男性性と女性性があって、特に女性の中にも男性性があります。その女性の男性性が幼いと、幼い男性しか寄ってこないです。ブラカディ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 。また、
もし結婚しててパートナーに問題行動がある場合は、自分の中の男性性に問題がある場合がほとんどです。だから例えばパスワーキングなどをやっていただくと、旦那さんの問題行動が治ったりとか、旦那さんとの仲が良くなったりするっていうケースが多々あるんですが、それは自分の中の男性性がやさぐれていたり、自分の中の男性性がダメだ、暴君だったりして、暴君というのは威張りん坊さん、 going my way ですね。その自分の中の男性性をちゃんと育て上げることによって、パートナーの男性が何も言わなくても変わって夫婦仲が良くなるっていうのがパスワーキングではよくあります。あとパラカティでできている、あと彼氏ができないとか、恋人がいない方っていうのも、自分の中の男性性をしっかりと育てることによって、男運の悪い人っていうのは、男運が良くなります。男運が悪い人っていうのは、ほぼほぼ自分の中の男性性がやさぐれている場合が、そういうやさぐれている、いつまでも少年とか旅人とか、アバカティティリキティベリディ暴君とかだと、そういうのを引き寄せるんですが、自分の中の男性性を育てることによって、ちゃんとした男性も引き寄せることができます。バラカティティ、例えばもうなんだろう、バリリ、みんなで食事に行って、いつまでも何食べるか決められないっていう人は、やっぱり自分の中の男性性が、低いので、やっぱそういう人には、ブラカディ的にちゃんとした男性とは巡り会えないと思います。ブラカディ、そのような形で、男性にもの中にも女性の中にも男性性、女性性もあるので、2つとも きっちりと 育てていくことが大切だと思います。以上です。パラパティティティキーティティユスパティティエビディアバダブー。